マジかよ、セレモニーさんのお面が壊れちゃいましたよ。どうも、シュンス TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ロッツォが呪いの人形を仲間に加えました。まあ呪いの人形って言ってもとっても可愛らしいお人形だったんですけども、そしてそのお人形は人間にいじめられた経験があるということで、人間のことがとっても嫌いになってしまったらしいんですけども、今おもちゃたちとみんなでそのお人形について調べている最中です。そして過去の動画でセレモニーさんがロッツォに洗脳されていた時、私に呪いのようなものをやってきました。なのでもしかしたらセレモニーさんって呪いについて詳しいんじゃないかと思って、今から私セレモニーさんにちょっと電話をしてみたいと思います。セレモニーさんからいろいろ聞き出せればいいんですけどね。いやー、出るかな出るかな。あ、どうもどうも、セレモニーです。あ、セレモニーさん、どうもです。いやー、ちょっと今それどころじゃないっていうか、ちょっと大変なことがありまして。大変なこと？一体何があったんですか？いやー、なんかさっきから知らない男の子にずっと付きまとわれていてですね、なんか一緒に牛乳飲まないとか、ピーマン食べれるとか、しつこく聞かれてるんですよ。この男の子一体何なんですか？そうなんですね。それはちょっと助けてあげたいな。それにしてもセレモニーさん、今からシュンズ TV の部屋に来てもらえませんか？いやー、それが行きたいんですけど、その男の子があまりにもしつこすぎて抵抗してたら、お面壊れちゃったんですよ。セレモニーさんのお面が壊されたって？いや、どうしたらいいんでしょう。マジかよ。それは大変ですね。あ、そうだ、セレモニーさん、新しいお面買ってあげますよ。それにその付きまとってる男の子大変なので、ちょっと私が何とかしてあげたいと思います。セレモニーさん、ちょっと待ってて、今何とかしてあげますからね。よいしょ。ちょっと皆さん、セレモニーさんがかわいそうなので助けてあげたいと思います。そして壊されてしまったお面も新しいものを購入してプレゼントしてあげたいと思いますので。それにしてもその男の子って一体何なんだろう。シュンさん、すごいことが分かったんだよ。レックス、チャンネル登録してくれるの待ちきれないよ。レックス、一体どうしたんですか？あ、シュンさん、いろいろパソコンで調べたんだけど、あの白いウサギはどうやらレネちゃんっていう女の子のお母さんが持ち主らしいんだ。そうだったんだ。そしてそのレネちゃんのお母さんは嫌なことがあると白いウサギのお腹を殴ってたんだって。そうだったんだ。そうか、持ち主がこれではっきりと分かりました。そういうことだったんですね。それであの白いウサギは人間のことが嫌いになっちゃったんですね。そんなことよりもちょっとポリスステンチ聞いてくださいよ。セレモニーさんが今男の子につきまとわれてるんですって。大変だ。それはストーカー事件ですね。今すぐ助けてあげましょう。ジェニーちゃん、お願いします。スクリーンロケーションでまずはセレモニーさんの位置を確認して、そしてそのつきまとってる男の子を瞬間移動でここまで連れてきてください。私がお説教します。行きましたね。いやー、でもその男の子がもしかしたらめちゃくちゃ強いかもしれません。それにロッツォの手下の可能性もありますので、十分にポリスステンチ気をつけてくださいね。ありがとうございます。私も警戒していたいと思います。マジかよ。この子がセレモニーさんにつきまとっていた男の子なんですね。なんとすごく小さい男の子じゃないですか。おい、俺野原しんのすけだぞ。しんのすけくん、しんのすけくんって言うんだね。なんでセレモニーさんにつきまとったの？俺たち気が合うかも、そう思って声かけたんだぞ。そうなんだ。まさかのしんちゃんが来てくれましたよ。それにしんちゃん、もうそうやってセレモニーさんにつきまとっちゃダメだよ。お面まで壊しちゃったらしいんですからね。ちょっとジェシーにすごい抱きついていますけども、しんちゃんが触れて一緒に遊べない？ちょっとしんちゃん、バズもすごくなんか怒った感じで見ていますけども、しんちゃん一体何をやっているんですか？それにですね、皆さん、しんちゃんが来てくしんちゃんがいなくなっちゃいましたよ。ちょっとしんちゃん、どこ行ったんだ？しんちゃん、ちょっと、こんなところに、ボーピープのところに来ましたけども。俺を膝枕して。ちょっとしんちゃん、さっきから何をやってんの？ウッディもすごく怒って見ていますけども。しんちゃんはどうやら素敵なお姉さんが大好きみたい。ボーピープやジェシーのような可愛い女の子にメロメロ。そうなんだ。しんちゃんは、あの女の子のことが大好きなんだね。でもさ、ちょっとしんちゃん、ちょっと一回落ち着いて。
着いて。しんちゃんはところで今何をしている最中だったの？俺が作ったブリブリザイモンの人形が突然いなくなったんだぞ。そうなんだ。ブリブリザイモンの人形がいなくなったって。俺はブリブリザイモンの人形がいないとお家に帰りたくないぞ。そうなんだ。でもさ、お家の人も心配してると思うから家には帰った方がいいと思うけど、でもブリブリザイモンの人形がいなくなっちゃったってことは事件ですね。ポリスステンチどう思いますか？警察官のポリスステンチ。はい、このしんのすけくんのためにそのブリブリザイモンの人形というのを我々で見つけてあげましょう。そうですよね。さすがポリスステンチ、とっても優しいですね。しんちゃんのためにそのブリブリザイモンを見つけてあげたいと思います。ママ、やあ、こんにちは。何をしているのかね？何がブリブリザイモンがいなくなっただ？そんなことよりも、セレモニーさんのお面、あれは私がプレゼントしたんだぞ。私と同じクマのお面をな。それをあのガキに壊されてしまった。あのガキを許さないぞ。シュンズ TV もキンちゃんも潰してやるからな。ラッパ、あいつには気をつけて。あのクリクリ坊主はいつも厄介。私の持ち主もとても警戒していた。だからロッソ、気をつけて。ああ、もちろんだ。私にかかればしんのすけなんてコテンパにできる。所詮5歳児の男の子だからな。覚悟しておけよ。ロッツォ。それに白いウサギさん、ちょっとやめてくださいよ。しんのすけくんはまだ5歳なんですよ。5歳の男の子を狙うようなことをやめてください。それにセレモニーさんのお面は壊れちゃいましたけども、またロッツォが買った時のようにクマのお面を買うから、それでいいじゃないですか。お願いだからしんのすけくんのことを狙うのやめてください。しんのすけくんだって怖がってますよ。ちょっとロッツォが脅すから。しんちゃんがすごく怖がってるじゃないですか。すごく泣いていますけども、ポリスステンチ、しんちゃんはなんて言っていますか？はい、しんちゃんは全く泣いていません。むしろ喜んでいますよ。喜んでる？しんちゃんなんで？俺女の子に囲まれてとっても嬉しいぞ。まったく今のロッツォの話聞いてた？しんちゃんも狙うって言ってたんだよ。しんちゃんはとてもユニークな男の子ですね。それに女の子たちがいっぱいで喜んでいますよ。そうかしんちゃん。でもさ、この影で男の子たちがずっと見てるからさ、あのしんちゃん、あんまりね、この女の人たちにね、甘えないようにしてくださいね。それにしても、しんちゃんのことも狙うって、ロッツォが言ってたので、みんなでしんちゃんのことも守ってあげましょう。そして、しんちゃんが作ったブリブリザイモンの人形を、みんなで見つけてあげましょう。皆さん、やっぱりロッツォとあの白いウサギはめちゃめちゃ意気投合しているみたいです。人間に恨みがあるという共通点がありますからね。そして、セレモニーさんには今から電話して新しいお面を購入してプレゼントしてあげたいと思います。お面がないとシュンズ TV にも出たくないそうですからね。そしてしんちゃんもしっかりと守ってあげたいと思いますので、それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。はっはっ、ティア、しんちゃん、安心しなさい。私たちがしんちゃんを全力で守る。 Yes, we Canada。 ああ、オラ、女の人に守ってもらいたいぞ。なんだと5歳児とは思えない発言だ。ポピープさん、オラのこと守って。すごいな、さすがはクレヨンしんちゃんだ。 Yes, we Canada。なんでデュークは怖がりなんですか？はっはっ、ティア、もともとは怖がりでビビりだった。でも、シュンズ TV によって克服された。怖がりだった理由は、リジャーンという持ち主に捨てられたからだ。おもちゃは一度捨てられると、とても怖い思いをする。Yes, we Canada! デュークの身長は何センチですか？実際に測ったことはないが、多分10センチぐらいだと思う。ちなみに、シュンズ TV のおもちゃの中で、みんなで背比べをしたら、トトロやブルズワイ、そしてザーグがとても大きかった。俺もトトロのように大きくなりたいぞ。Yes, we Canada!リュークに質問です。クレヨンしんちゃんを知ってますか？ああ、今日知った。これがクレヨンしんちゃんというのか。もともとコメント欄で見たことはあったが、初めて目の前で見た。とってもクールで面白い男の子じゃないか。ほら、このコーナーおじさんとじゃなくてお姉さんとやりたかったぞ。なんだと。また俺はビビリになりそうだ。なんだか自信がなくなってきた。 Yes, we Canada。 デューク、シュンズ TV はどう思う？シュンズ TV はとても優しい。いつもおもちゃのことを大切にしてくれて、旅行にも連れてってくれたりする。この前は水遊びもやった。水遊びもとても楽しかったぞ。 Yes, we Canada。 これを見てる奴らにお願いだ。どうかチャンネル登録と高評価ボタンを押してほしい。そうすることで俺は自信をつけることができる。今回しんちゃんにメンタルをいろいろえぐられてしまって、また自信がなくなってきそうだ。だから頼む、高評価とチャンネル登録で自信をつけさせてくれ。俺からもお願いだぞ。高評価とチャンネル登録すれば。しんちゃん、ありがとう。俺は心
心から感謝する。そしてブリブリザイモンが見つかるように俺たちみんなで一緒に探そう。そしてみんなでこう叫ぼう。 Yes, we Canada! カッブー。